始まりました。ジャグラー偉人伝。皆様こんにちは、椎名舞茸です。この番組は私が大好きなジャグラーで5つの偉業を達成してジャグラー界初ソロ界で偉人になろうといった内容の番組となっております。今回初めて見る方ももしかしたらいるかもしれないので、ぜひぜひ応援していただけたらなと思います。で、まあ、今回が初めてじゃない方ももちろんねいると思うんです。で、最近そういったあの番組見てます、応援してます、頑張ってくださいっていう声をすごくすごくたくさんもらうんですよ。何かその見てくださってる方のためにプレゼントを、あのいつも見てくださってありがとうございますという感謝の気持ちを言葉じゃなくて何か形にして渡したいなということで、番組のスタッフにあのお願いをしましてですねお願いします、何かプレゼントできるものないですかと用意していただけたでしょうか。バッチリですやったちなみに私も何が用意されているのか全く知らないんですけど、せーの、ドン。あーすごい、ぶどうカラーのカンタくんです。わーい、10名様分調達してまいりました。わ、めちゃめちゃある。え、すごジャグラーを打つ方にはかなりぴったりなんじゃないかなと。ちなみにこちらあのホール限定景品となっておりまして、コンビニ等で普通に購入することができません。さらに言うと舞茸さんが普段から愛用しているのもブドウスケルトンバージョンです。そう、舞茸さんとお揃いになるわけです。あ、そうです、ね、応募方法に関しては、はい、まあ、この今番組ご覧になられている皆様、YouTube の概要欄あると思いますので、うん、そちらをまあご覧いただければと思うんですけども、はい、番組の中で、舞茸さんにキーワードを作ってもらって、キーワードそれを知ってれば応募できますよっていう形式にできればなと。なるほど、はい、番組ちゃんと見ないと応募できないように。そう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 。でさらに、ちょっと今回こういう今むき出しの状態と空箱で用意したのに理由がありまして、はい、舞茸さんにあの梱包作業もやってもらおうかな。梱包作業、感謝の気持ちを込めて、うん、一つ一つ丁寧にペカレペカレとブドウいっぱい落ちてこいと。だからこうバラバラになってるんですね。そうなんです。舞茸さんの真心を込めればみんないるんじゃないかなって手指消毒をした上で、そう、ペカりますように。はい、完成しました。まあ、応募方法は概要欄を見ていただくとして、必要なのはキーワード。番組を最後まで見てそのキーワードを確認した上で応募していただければなと思います。それでは下目の様子ご覧ください。623シモアイム6610102-34。これ132、前日00台で今日が132分の1でしょ。一番打ちたいのはあのアイムの稼働台ですね。アイムには絶対に入るだろうっていう今までのお店の感じを見るにどっちかには入ると思うんですよ。 SIM 第一候補に選びました。まあ、2台00台があって、そのうちの1台角側の台ですね、過去1週間こう設定使われてる形跡がなかったんで、ちょっとそっちの台で明日勝負して残り4つ残っている偉業どれか1つでも達成できるように頑張りたいと思います。取れなかったか。いや仕方ないね、今日私一般入場なんで。まあ、なんで一般入場になったのかは後ほど詳しくお話しします。ここも00台空いてないですよ。埋蔵庫方も埋まってるもんね。積んだ台を選び直します。
ちょっと3日前がちょっとあれだけど、ちょっと打ってみてダメだったら移動するで、とりあえず1台目はこれで、それでは偉人伝スタートします。ではまずなんで今日一般入場だったのかっていうのをね説明しますと、ここセブンエンさんってアプリでの入場抽選なんですね。で前日、予約して、抽選結果わかるんですけど、その予約を昨日し忘れまして、私が気づいた時にはもうね12時を超えてたんですよ。で23時59分までなの、その予約が。当日予約っていうのが、お店によってできるんですけど、その日付を超えても当日の枠が別で用意されてて、事前予約とは別にね、それがねあるもんだとばっか思ってて、で日付超えたけど、あ大丈夫、当日予約きっとできるはずと思ってアプリパッて開いたら当日予約の枠なしって書いてて、結果一般入場になったと。この台がうっかり高設定だったらラッキーだけど、昨日はレギュラー2回しか引いてないけど、その前の日が割とボーナスついてるから、そこがちょっと不安だなーっていう。朝から手痛いミスをしましたけど、全然どうなるか分からないんで、ちょっと周りの様子をちょいちょい見ながら打っていこうかなと思います。7巻投手4戦124ゲームレギュラバーじゃないから出てこないかな。わあ出てこねえ、動物さんたちが。わあでも久々に見たこのプレミア。00のアイムは一回スルーしようかな。その台が連チャン中っていうのもあるし、1台その私が第一候補にしてた台が今バキバキで当たってるんで、2台あって片方がちょっと当たりっぽいってなるともう1台打つの怖いよね。多分2台とも高設定っていうのはないと思うんだ。100ゲーム目はブドウ、ブドウ200個5.3、ものすごい引いてる。ブドウパラダイスだこれね。そうよ、これも確か作るときにいろいろライターさんにこういう風にしてほしい、小屋カウンターもし作るんだったらここをこうしてとか、サイズをこうしてとか、ボタン何個でみたいな、結構細かくアンケートとか取って生まれたのがこのカンタ君 S ってやつ。確かそのカンタ君 S が新しくできた時はいろんなパターンを編集部からもらってきて使ってたんだけど、それこそ花火柄とか真っ黒いノーマルバージョンとか、ブドウスケルトンが出てからはこれしか使ってない。なんかわがまま言うんだったらファンキーのブドウと同じ色の
ハンターくんを作ってほしい。どの辺で、どの辺に置くの、このキーワード。と見せかけてみたいな。で絶対だってさ、みんな同じこと考えるじゃん、きっと終盤だろうって。ちゃんと見てくれる人ばっかりだと思うんだけど、中にはさ、やっぱもう飛ばす人とかもいるかもしれないなんか1文字ずつ言ってくうざいやつまだ今日っていう一日が始まったばっかりだけど、今日一日をあちゃったった254ゲームある程度自分の中でどういうキーワードにしようかなっていうのを決めてるって言ったじゃん。でそれはその今日一日を一言でまとめるとどういう一日かっていうのをキーワードにしようと思ってて、なんか何個か候補がある。あー光った。170ゲームビッグ。今日はもうビッグしか引かない。おお、綺麗なリーチ目。33ゲーム。久々のレギュラー。2時間でビッグ7回、このペースは割といいのではないですか。ギリギリかな。悪くない。早い。25ゲーム。8回目のビッグ。おう。119ゲーム。ああ。犬とサインが出てきた。マルチとドラッピーが出てきました。はい。122。ビッグだー。記念すべき10回目。結構先遠いな。今11時半。あと10時間ね。9時だ。毎回思うけどさ、もう夜よ。夜の9時。でもそれだけなんか時間がかかるってことだよね。あと2時間後にはとか3時間後にはとかじゃないんだもん。あ、お隣さんと同じタイミングで光りました。レギュラーだ。67ゲームレギュラー。リーレグラー。はぁ、400余りやがった。うわー、当たった。あー、ありがとう。すごいタイミング。てか差し入れスタートに光ったんで、今日も差し入れ持ってきますって言ってたんだけど、まさにドンピシャのタイミングでしたね。ああ、ようやくハマりから抜けた。446。レギュラー。27ゲーム。レギュラー。
何回ボーナス引いた3時間の時点で11の4とかだった。ハマっちゃったからな。ジャグラーでさ、ランプの光る瞬間どれが一番好き？第3停止告知音ありなし、レバーオン、リール始動時、ボタン有効時、第2リールの時点で分かるとかあるね。その探知が停止したっていうので、すでに分かった状態での後告知なのか。私も先ペカが一番好きかもしれない。このレバー叩いた瞬間にパンって光るのもいいんだけど、このレバー叩いてこの瞬間に光るのもいいよね。このリールが動き出した瞬間に。めちゃめちゃハマってます。これは出玉全の丸パターン、わかんないけどその可能性が高い。昼過ぎまで寝て、で YouTube 見て家から一歩も出ず、2日目昼過ぎに起きて YouTube 見て、3日目昼過ぎに起きて YouTube 見て143。セリーレギュラー。だって今1時間に1回ぐらいのペースでビッグ引いてるわけよ。今2時でしょ、あと8時間。このまま1時間1回のペースでいってさ、8回ビッグ引いて21でしょ1回店内見るか。タイムは1台00台が合算120分の1。まあすごいね、お客さんめちゃめちゃ多い。最弱は1台128分の1。日頃ありそうな台はちらほら。あー空いてる、8の9。00台じゃない台が反応してんだよな。ハイジャグ3はここの3台が並びで反応してるけど、どうだろうな。うち2台はビッグに偏ってるから場所的な話なのかな、関係ないかな、どうなんだろうね。とりあえず店内見たけど移動できそうな台は空いてなかった。あ、00のマイジャグ3が空いてたけど合算がいまいちでしたね。あー、一皿が飲まれるギリギリでございやした。ビッグでーす。
あとビッグ36回残り時間8時間ない8時間ぐらいか、うん、あと3人ぐらい渡してほしい。空いてるジャグラーに座らせる一人じゃ無理。あー当たった。32レギュラー。カゴくんにさ、厄払いってしたことある？でも数え年でっていうのがわかんないんだけどさ、来年か再来年さ、前厄に入るの。女性の厄年の中で一番大きい厄年、大厄っていうらしいんだけど、それが32歳なんだって。数え年で 32?3? 私も一回もさ、厄払いってやったことないんだけど、30代って女性はその厄年じゃない、年の方が少ない。だいたい前役か後役どっちかにいるみたいな。翻訳、まあ、前後で翻訳で3年あるから、30歳から40歳までの間、うち6年は役年なわけだよね。で32だか3に翻訳を翻訳が来るから、役年に役払いに行っておきたいんだけど、50ゲームです。やっぱ前役だわ来年。もうね、年明けから役年なんだって。いつ行くのがいいんだろうね。でも全部行くって人いるよね。前役も翻訳も後役も。でもあんまり、なんだろう、新しいことを始めたりとか、なんか大きなことをするのは避けた方がいいみたいな聞いたことはあるね。でも一応人生の中で一番大きい厄年って言われてるから、32歳33歳、そこだけはちょっと厄払い行こうかなと思って。だからもしここで厄払いするといいよっていう、おすすめの神社とかがあればぜひコメント欄に書いていただけると。なんか川崎大寺すごい有名だよね。でも近いんじゃない？みんなで行く？でもその頃にはきっと免許も取れてるだろうから。6時間だった。もう折り返しです。半分、まあ、大体半分経って、今のどっちも発生の見込みがない。でもここからめちゃめちゃ連チャンして、なんかどっちかに偏ってくれるかもしれないから。うわあ、あビッグだった。連チャンした。37レギュラー。ちょうどブドウ700個目。 5.8。 あ、なんかこれぐらいで落ち着きそうだね。4かな。あ、ありがとう。ありがとう。いや、でもありがたいね、こうやってさ、いろんな人がさ、直接現場に来て頑張ってって言ってくれる人もいるさ、遠くから応援してくれてる人もいるさ、みんながみんなそれぞれの場所からそれぞれのやり方で応援してくれて、それがなかったら多分私はとっくの通りやめて帰ってます。いつもいつも感謝でしかありません。今決めた、決めたでそもそもこのカンタ君をプレゼントするってなったのも、いつも見てくれてる視聴者の皆様に感謝の気持ちを形にして届けたいっていうことだったので、
で今なんかいろんな人に頑張ってねって声かけられて、こう改めてありがたいなと思ったので、キーワードはズバリ感謝にしてます。それじゃあなんか今日一日の実践を一言でまとめると何みたいな感じにしようかなと思ったけど、ここはもうシンプルにいきましょう。あ、ちょうどね、ほら夏のファン感謝デーもやってることだということで、概要欄に書いてある応募方法、メールなのかツイッターなのかちょっとわかんないですけど、よく読んで、キーワードは感謝ですからね、皆さん。ファン感謝デーとか書かないですね。どうぞ振るってご応募ください。どの辺に置くの、このキーワードを。ただーいくー。6800ゲーム回しましたけれども、合算146分の1、高設定の可能性はちょっと低いんじゃないかなと。時間的にも何か偉業を一つ達成するにしてはちょっと足りないかなといった感じで、今だったらギリギリプラマイゼロぐらいかなっていうところの出玉を残して、今日はちょっと早めに実践を終了したいと思います。全ての原因は私がコンパスの予約をし忘れたせいです。本当に申し訳ございません。ありがとうございます。380枚でーす。同時6本なんでちょっとプラスで終了です。お疲れ様でした。実戦も終わったんで、最後にもう一回ジャグラーの状況を見ていこうかなと思います。一応ここのゴージャグ2が今138、この島の中では一番合算が軽い。この角のマイジャグ方はね、昨日のデータ、さっき外部サイトで見たら昨日も良かった。いやだから据え置きなのかなーって。最近そう据え置きっぽい台がねちらほら増えてきたような印象があるんで、今日も多分据え置きがあるんでしょう。マイジャグ3は多分ここの2台据え置きと上げみたいな感じ。換気は00台。タイムは弱くなっちゃったな。ハマってるからね。あのハマりがなければ私の台よりも全然合算がいい台なんで。アニバーサリーは前日も前々日もその前の日も00だったから、多分ここは素直に反応してるのかなと。マイジャグ方はなんでこれ、まあ、今日だけだと分かんないんで、とりあえずあの次の収録までにデータ洗いますわ。そうしよう。今日だけで多分こうですっていうのは多分無理だと思う。今後のデータを見て次どういう風に狙うかっていうのは考えたいと思います。実戦終了、お疲れ様でした。20時7分です。いつもより2時間くらい早いか。コンパスで事前に抽選予約をしなきゃいけないんですけど、セブンエスさんは私はそれをすっかり忘れていたせいで、まあ、今日抽選を受けられなくて、でしぶしぶ一般入場で、前日あの一生懸命下見して狙い台も決めてってやってたのが全部水の泡になりまして、で1から台を選び直すっていうところからスタートした結果、設定4ぐらいあるかなみたいな SM にたどり着いて、まあ、それをね7000ゲームいかないぐらいかな、6000ちょっと打って、でちょっとだけプラスでやめるっていう、なんかすごい中途半端な実戦結果になりましたね。7000未満で24の23、今日も何一つ偉業は達成できませんでした。まあ全ては私が前日
予約し忘れた、コンパスの抽選予約をし忘れたことが原因なんでね、これは本当に反省でございます。次回は絶対に忘れずに、それはそれだけは必ずやろうと今日心に誓いましたっていう感じなんですが、まあ、実践内容はこんな感じだったんですけど、まあ、今日はね、テーマが一つありました。オープニングでも言った通り、いつも見ている皆様に感謝の気持ちを形にして何かお返しできないかということで、プレゼント企画をすることになりまして、まあ、それに応募に必要な、キーワードというものを今回実践中にキーワードを発表しているので、ブドウスケルトンバージョンの監督 S10 名様に今回プレゼントするということになったので、ご応募よろしくお願いいたします。まあ、そんな感じでね、今日は本当に自信があったんですよ。1個ぐらいはもうそろそろやろうと思って、こんな自分のボンミスで本当に台無しになるとは思わなかったので、ちょっと本当に反省して次は絶対に気をつけようと思いました。楽しみに、ね、して見てくださった方は本当に、ね、残念な気持ちにさせてごめん、次頑張るから次回以降も懲りずに見ていただければなと思います。それではまたお会いしましょう。偉人になるぞー、さよなら。カンタクエース、ぜひ応募してください。お待ちしてます。